Hello, this is Imbolonsan san and Hiroshi Hayashi, Japan. A mystery of Ventanidas de Otusuko, Peru. Hiroshi Hayashi's Nazca theory, about which I prove here that this theory is correct. We see a very strange grottoes in Ventanidas de Otusuko Peru, which is away about 16,000 kilometers from Bamiyan, now in Afghanistan, and 18,000 kilometers from Yungan now in china. those grottoes are so similar and resemble to each other and i don't think you can tell the difference between them as you see here now or can you? the point here is that the grottoes are in peru, south america, which is too far away from grottoes in afghanistan and china i don't believe in you when you say that these grottoes were created with inference to each other in ancient times or do you i say here that these grottoes were created by ets whom you may call gods in ancient times and i prove it on my hiroshi hayashi's nazca theory in ga, ペルーに奇妙な横穴洞窟があることを教えてくださいました。早速調べてみました。インボーロンさんがおっしゃるように、ペルーの横穴はバーミヤン、ウンコ、リューモンにある横穴洞窟と大変よく似ています。ついでに言えばインドのアジャンターの洞窟とも大変よく似ています。区別がつきません。 まずそのことを皆さんご自身の目でしっかりと確かめておいてください。ここが重要です。皆さん自身の目でしっかりと確かめておいてください。ここが今日の謎解きの第一歩です。そして私はこのビデオを通して、これらの洞窟が私たちが神と呼ぶ ET によって作られたことを私のナスカ理論を使って証明します。 つまりこれから話す事実は同時に私のナスカ理論の正しさを証明することにもなります。どうかじっくりとご覧ください。繰り返しますがあなた自身の目でそれを見て確かめることです。そしてあなた自身が次になぜと自分に問いかけてみることです。つまりその向こうに底なしの謎が隠されていることをあなたも知るでしょう。 これがオツスコです。このカヤマルカという町の北東約7キロのところにその洞窟があります。これがカヤマルカの町で,すで Google Earth 上で見てみます。まあ、下の放射線上に伸びているところがナスカですね。 このナスカの近くということになりますけども、南米ですね。遠いですよ。ここがその町で、この町から7.4キロのところに、オツスカ洞窟。いわゆる、俗に言う、オツスカの窓があります。この丸い点です。これがオツスカの窓と呼ばれているところです。井戸経路はここに示しておきますから、 まあ確認なさる方はご自身で確認してください。これがオツスコです。横穴洞窟ですね。日本では横穴洞窟と言います。では、私のライン理論を使って証明してみます。オツスコです。このオツスコからナスカにラインを引いてみます。滑走路が見つかります。 左上から来ている線がおつすこから引いてきた線です。しっかりとありますね。このようにまあ一致するということは、この滑走路はおつすこを示している方向を示しているということになります。赤い線に色を変えておきます。もう一度やってみますから、しっかりと確認してください。黄色い線がおつすこから引いてきた線です。 よろしいですね。確認していただけましたか次に今度はバッ薄光靴真顔豚光ですねから線を引いていますこの中心点からナスカに線を引いています豚光の線は古いですぼやぼやっとしてますねでこの黄色い線右上からの黄色い線が豚光から引いてきた線ですそして滑走路が見つ,見つかります この先もう少し行きますと、満期、猿の地上へと繋がります。もう一度やってみますから、注意深くご覧ください。これが、マガオ、バックオークスから引いてきた線です。先ほどの赤い線が見えますね。ここで重なります。が、それだけではないんですね。ここをしっかりと確認してください。つまりこの滑走路は、 まあ、二つの場所を行く、まあ、中心点ということですね。次に、今度は、ロング面。中国のロング面ですね、現在の。いわゆる龍門から線を引いています。ここに、綺麗な滑走路が見つかります。皆さん、自身の目でしっかりと確認してください。ならち、この滑走路は、龍門を向いているということです。あとにもう一本、龍門への滑走路を皆さんに紹介します。こうして、落ち着こう。う それから、まあ、リモンの線、それから、真顔の線がここで重なります。この黄色い線がリ門モンからの線です。もう一度やってみます。皆さん、しっかりと確認してください。3本の線がここで集まりますね。ここをしっかりと確認してください。つまり、これら 3, 3箇所はですね、 同じエイリアン ET によって管理そしてまあクリエイトされた、まあ、現在はですよ遺跡だということですそして大変興味深いことにこの3本の線が集まるところを拡大しますと小さな点すなわちいつものあのマウンドがあることがわかりますこのマウンドは正確にその方向を示しているということです線が消えたのです、ね、コードを落としますと、まあ、相手先のコードが 高い場合には消えま,すまあ要するにこのコードで見ると見えますね赤い線はおつすかですねごめんなさいそして下があバックオークスそして右がリュウモンです 移動経度はここに示しておきますから、この工程のところで皆さん、ご自身で確認してください。えでは、バーミアンとユンギャン、運行はどうなのかということなんですけども、これは前にもたびたび精査してきましたので、ここではまあ簡単に説明します。バーミアン、ユンギャンですね、運行。そして、リュウモンですね、ロングメンです。そして、これがルーシャンです、ラクサンですね。まあ,あ、下はリュウモンと書いてありますけど、リュウモンはロングメンと書くのが正しい。 です。流園って書きますとね、落葉行きますからね。まあ、落葉,落葉の近くに流門があるんですけども、で、ナスカを見てみます。ここに滑走路、中央して、やや下にありますね。この黄色い線はバーミヤンから引いてきた線です。そして、この滑走路はユンギャンから引いてきた線です。運行ですね。そして、その左が流門ですね。ロングマンです。これがロングマンですね。 リョウヤンの近くのロング面です。そしてここに落山からの線もあります。こうしてそれぞれの遺跡の線がこの辺りに集まります。特にバーミアン、それからウン、ユンギャン、それからリュウモン、リュウモンの線が3箇所で集まることに注意してください。だから、この、まあ、リュウモンですね、ロング面と、それから、えー、マガオ、バックオークスですね、区別がつきませんね。 あの、まあ、あの、仏像がありますから、それで区別することもありますけれども、区別ができません。そして、先ほど言いましたように、これが、バカ、バカオークスですね。真顔から引いてきた線です。そして、これが、リュウモンから引いてきた線です。そして、先ほど言いましたように、もう一本、オツスコの線がここに重なるというわけです。このビデオでは、ここではそれ今証、証明してませんかこの、この星印のところに、オツスコのラインも集まるということですね。 つまり、こうして、まあ、横穴洞窟の、まあ、遺跡はですね、ラスカに皆集まるということです。これが林いろのナスカ理論です。では、結論を皆さんにお話します。運行ですね。もう一回繰り返しになりますが、そして、バーミヤンですね。アフガニスタンのバーミアンです。そして、今回、まあ、ロングメン,ン、リューモンとこの3カ所に加えて、そして、オツスコが 加わりました、まあ、下側の真顔です。まあ、皆さん見てください。区別がつきますかこの赤い丸のところ注意してくださいね。今、他のところと区別しますが、制作コンセプトが全く同じなんですよ。バッ爆光グニュンギャンは4000キロ以上直線距離にして離れてるんですよ。お互いに影響し合う距離ではありません。で、右上がアジャンターです。同じアジャンターのインディオも同じコンセプトで作られています。そして色を落としてみますと、皆さんは区別が でおつすかそしてオツスコがここに加わりました。オツスコも全く同じコンセプトで作られています。赤い丸、それからあ区別見てください。ブルーの四角、そしてグリーンの丸枠を見てください。しっかりと見てください。同じですね。いいですか南アメリカのペルーで同じものが見つかったということですよ。これは陰謀論さんのおかげです。陰謀論さんどうもありがとうございました。 そして、これらの1,2,3,4,5箇所、6箇所はですね、つすべて一つの点でナスカで集まるということです。これがナスカ理論による証明です。これもう一度繰り返しますが、これが、オツスコラインです。そして左下が、 これがバックオークスからのラインです。そして、ミンがロングマン、リュウモンからのラインです。そして、ヨンギャン、それからバーミアンも、先ほどお見せしましたように、ナスカの滑走路で加わります。リュウモンの線は、ですから、2本あるということになりますね。ということで、ナスカ理論によって、まあ、この横な洞窟がですね、私たちは神と呼ぶエイリアンによって、ET によって作られたということを証明しました。どうも、Thank you very much for your watching and bye!